いつもご視聴ありがとうございます。8ビートチャンネルのビアンです。このチャンネルでは、洗車や車に関する情報の動画を投稿しております。よろしければ、最後までお付き合いください。で今回はですね、ボルダンジャパンさん、から出ております、コードレスマルチハンディクリーナー、こちらをご紹介したいと思います。今回ですね、ボルダンジャパンさんから製品の提供をいただいております。誠にありがとうございます。まあ、製品をご紹介するにあたって、忌憚のない意見で、フラットな目線でメリットデメリット、申し上げるけどいいですかというふうに、確認したんですけれども、それで結構でございますということでしたので、まあ、率直な感想の方を、お話ししていきたいなと思っております。こちらがですね、まずね、説明書なんですけれども、ハンディクリーナーの説明書なんですが、いろいろ付属品がね、ついております。まあ、さっき使用の説明ですけどもね、初めて使用する際は充電ケーブルで製品をフル充電まで充電してください。で、充電時間の方は4時間かかるそうです。で、フル充電した場合、連続稼働時間が強モードで15分、弱モードで30分ということだそうです。でですね、ダストカップの清掃が毎回必要になるということと、ただ、ダストカップとヘパフィルター、こちらはですね、水洗いができるそうです。水洗いして日陰で干してから、乾燥させてから装着するということが必要になるそうですということです。では、組み立ての方をしていきますけれども、これが、ハンディクリーナーの本体です。で、こちらが、ブラシノズルですね。ブラシノズルの先っちょは、取り外しもできるので、普通のあのブラシなしのノズルでも使うことができます。で、充電はタイプ C の充電器ですね。まあ、普通のスマホの充電器 USB で使えますので、車内での充電もできるということです。で、細いんで、車内に置いててもそんなに邪魔にはならないのかなというふうに感じましたね。で、延長パイプがついておりまして、この、延長パイプを取り付けるときは、こういうの丸いアジャスターを取り付けしまして、それで、延長パイプを2本、1本でも多分使えると思うんですけれど、2本付けて、使用すると。先っちょのノズルがね、ですね、T 型の、いわゆる掃除機のノズルっていうんですか、ああいうのもついておりますが、その、ノズルの方には、ブラシがついてなくて、なんかゴムの弁みたいなのがついてるんですけど、これで普通の掃除機としても使えるということなので、2way、ハンディと通常の、スタンド型って言ったらいいんでしょうか。通常の掃除機としても使えるということです。で、ここがダストカップの開け口ですね。これでダストカップを外して、水洗いもできるしますし、で、ヘパフィルターの交換フィルターが一つついておりますので、フィルターがもうへたってきちゃったら、フィルターを交換して、使うこともできるということで安心設計になっております。では実際、車内の方でですね、使っていきたいと思います。まずはですね、シートの方、こちらを掃除していきたいと思います。で、この丸いところがですね、電源スイッチ。ここを長押しすると電源が入ります。で、弱モード。最初は弱モードでスタートして、もう一度押すと、強モードに切り替わります。で、反対側、こちらが、空気の出口っていうんですかね。こちら側がブローとして使えるのかなというふうに思います。で、もう一度、電源ボタン、こちらを押しますと電源が切れるという感じですね。じゃあシートの方を早速使っていきたいと思うんですけれども、で、弱の絵はね、ちょっと吸引力がやはり弱いのかなという印象を受けましたね。で、こういう隙間なんかはブラシでホコリをかき出しながら、やるといいのかなというふうに思います。で、強モードでの運転でしたら、問題なく吸い込みができるんですけれど、弱モードだと少し、吸引力は、ちょっと不満が残る感じでしたね。で、ブラシノズルの方も使っていきたいと思います。
これがね、意外と良かったですね。ブラシノズルの方が、このシートの隙間なんかはですね、かき出しながら、吸い込みができて、こちらだと、ストレスなく使うことができましたね。やっぱりちょっと弱モードで弱いのかなと。強モードだと十分な、車内での吸引力はあるのかなというふうに感じました。それでですね、私が、駐車しているスペースなんですけれども、こちらがですね、砂地になってしまうんですよね。で、会社の方も結構砂利のところで砂とか結構巻き上げちゃうんで、この下の運転席の下とか、かなり、砂が溜まるんですけれども、まあ、どれぐらい吸ってくれるのかなと思って試してみました。結構ね、強モードでやるとやっぱり、かなり強いという印象は受けましたね。ハンディクリーナーにしては強いなというふうな印象を受けました。結構、割とすんなりと、吸ってくれて、で、やっぱこのノズルの先がすごく細いので、こういった、フットレストの周りとか、ペダルの周りとかっていう、結構複雑になっているところが多いんですけれども、こういうふうにブラシでかき出すようにアプローチしたりですとか、ノズルの先端をブラシから、通常のノズルに切り替えて、こう吸い込んだりだとか、簡単にこう切り替えをできながら、できるっていうのは、吸い込みできるっていうのは非常に便利だなというふうに思いました。で、普通こう掃除機ってこうなんですか、こういう布地のところってね、ブラシで叩きながらとか吸い込んだりしないといけないんですけれど、このブラシノズルでこう、カチカチしながらやると、非常にね、一発で済んでしまうので、便利だなと。で、ペダルの周りとかもご覧いただいてわかるように、やっぱり砂地なので、砂汚れ、泥汚れっていうのが結構ついてるんですよね。で、この状態で、ディテーリングブラシとか洗剤を使ってやってしまうと傷がついたりしちゃうんですけど、ある程度この、掃除機で吸い取りながら、吸い取った後にですね、クリーナーの溶剤を使ったりして、掃除するとかなり綺麗になるんじゃないかなというふうに思います。で、ビフォーアフターがこんな感じ。これがビフォーで、アフターかなりスッキリとしたんじゃないでしょうか。で、あと、こういうとこですね。この、ゴムの、パッキンの隙間っていうんですか。こうやってめくりながら、ブラシノズルでかき出しながら、アプローチすることができて、いいですよね。このブラシノズル、すごいなんか便利だなというふうに、印象を受けましたね、やっぱり。うん、かなりいいと思います。で、まあ、今日元の吸引も、強いんで、すんなり、吸ってくれましたね。まあ、15分稼働してくれれば十分なんじゃないかなと思います。で、こういう細かいところですね。このドリンクカップ、ドリンクホルダーのところですね。こういうところは、この後ろ側のブローで、ちょっと吹き飛ばしてから吸い込みすると、非常に楽に掃除ができますね。で、ちょっとブラシノズルが角度がついているので、まっすぐ入り込むのはちょっとしんどいかなと思うんですけど、ただ、まあ、角度がついているので、それなりに使えるところもあるのかな。で、便利なのがこの後ろ側のプローがすっごい便利だなと思いましたね。これで飛ばしといて、残ったのを吸い込むみたいな感じな使い方ですね。で、ブラシでシャカ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 、ホコリをかき足しながら吸い込んでいくと、まあ、綺麗に吸い込みはできるのかなと。こういう狭いところを、まあ、ハンドルを下ろせよっていう話なんですけれど、ブローで飛ばして、吸い込むというような使い方が、この前後を入れ替えするだけで、ブローと吸い込みが入れ替えできると。簡単に入れ替えできて、使えるっていうのはかなり便利なんじゃないかなと。ブロワーですと、私の持ってるコードレスブロワーです。けれど、そちらだとそちらも吸引機能がついてるんですけど、横っ面になっちゃったりするので若干使いにくいのかな。で、このように長い状態で前後の入れ替えができる、で、ブローと吸引ができるっていうのは非常に便利じゃないかなと。あと、こういうところですね。私のステップワゴンのダッシュボード、非常に奥が長くて手が届きづらいんですけど、
この長さがちょうどいい感じに奥まで届いてくれましたね。隅の隅まで、ブラシノズルが届いてくれて、ただ若干ダストカップの取り付けのところが少し硬いところが当たるので、そこだけちょっとなんかクッション材みたいなのが入ってるといいのかなというふうに感じましたね。ただまあ長いのは便利です。あとこういう細かいところは、柔らかめのディテーリングブラシでサカサカ飛ばしながら吸引していくと。で、強モードで15分ということだったんですけれども、まあ私のステップワゴンは非常に室内が広い車になりますので、ずっと強モードで運転していると、ちょっと充電が切れちゃうのかなというふうな印象が受けましたけれど、まあ、全部が全部掃除機で、このハンディクリーナーで、吸い取るという、室内清掃を全部やるっていうわけじゃないので、ちょっと使いたい時とかは、こう、車載しておいて、それで使うみたいな感じでやられるといいのかなというふうに感じましたね。こういう隙間とかを、それから、このナビゲーションの周りであるとかっていうのは、この細めのノズルとブラシノズルの組み合わせで、あとは柔らかめのマイクロファイバークロスで拭き取りをすればかなり綺麗になると。ちょっと時間がないときにこうささっとやりたいときにこういうハンディクリーナーがあると非常に便利なのかな。で、細いのがすごく好印象で、まあハンディクリーナーっていうとすごい太いタイプとかが多いと思うんですけれど、あと、これ、ダストカップどれぐらい吸い取れるかなと思って回ってましたけど、結構ね、ほこり溜まってました。最後に家の中でちょっと普通のノズルですね。この掃除機ノズルで掃除してみたんですけれど。まあ、通常の家庭用の、いわゆる、お家用の掃除機と比較すると、やっぱり、ハンディクリーナーなので、吸引力としては少し弱めではありますね。強モードでも弱めではあるんですけれども、例えば、なんていうんですかね、2階の子供部屋に置いておいて、これで掃除しなさいだとか、あ、そうそう。で、私の子供がね、小学校1年生に長男がなったんですけれど、鉛筆の、鉛筆でこう学校の宿題とかやって、もう消しゴムすっごい使うんですけれど、その消しゴムのカスを吸い取るのにね、このハンディクリーナー大活躍中です、今。とっても便利で。ここを押して吸い込むんだよ、お前って言って教えて、消しゴムのカスを自分で吸い取りさせてますんで。はい、といった形で今回の動画以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。ご意見コメント高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。